DR3000 型機動車は台湾鉄路管理局の自強号用の機動車である。大鉄では東武幹線の自強号の混雑対策に加え、1991年の南巡る線の開通に備え、1986年に製造された DR2900 型の増備を計画した。相当数の増備を予定していたが、DR2900 型の続番にすると、 DR2900 型と DR2910 型の番号重複が発生するため、新形式 DR3000 型として製造することに決定した。そのため、車両や性能は DR2900 型と同じであり、製造も日立製作所が引き続き行っている。動力車は DR3000 型、中間に入る付随車は DR3070 型で、 DR2900 型同様、3両編成を1ユニットとして、組成され、最大15両編成として使用される。最初に製造された9編成27両は、1990年5月より、東武間専用として、使用を開始し、続く18編成54両は、同年12月までに製造され、南巡る線でも使用を開始した。2010年からは、 上高扉の自動扉化が行われ、さらに2011年からは、動力エンジンを DR3100 型と同じんた 855R1 に交換し、出力 350HP に増強した。2015年現在、後術する事故によって6両が廃車されており、残る85両は、自強豪の主力車両として、東武幹線や南巡る線を中心に使用されている。 DR3000 型は、これまでに6両の事故廃車が発生している。1997年3月27日に、外沖駅で発生した、コンクリートミキサー車との衝突事故では、DR3045 と DR3093 の2両が大破し、廃車された。2002年8月9日に、台中駅にて発生した、回送列車の脱線事故では、 先頭車の DR3017 が自己廃車となった。2013年8月31日には南海線放山一1号トンネル付近で土砂崩れによって線路上に流出した土砂に乗り上げ3両が脱線したが翌年6月の東部幹線の電化開業により運用に余裕が生じることから復旧は見送られ廃車となった。 2013年の事故で廃車された三両の内 DR3051 については2019年6月にカレン気象で客室内の修理がなされた上でカレン県放林鎮の台東線九林坂駅跡に造成された林久志公園に搬入されオブジェとして生態保存されているありがとうございます